一番病気になりにくいっていうところなんです。で、これはもう年齢問わず22のが一番いいんですけど、ただよく言われてるのに、スケートの浅田真央さんなんかだったら18点も以下なんです、あの人。それから柔道のちょっと今元気に出した井上康生さんなんかは、30近い BMI なんですけど、じゃあ井上康生さんが柔道の肥満体かっていうとそうじゃないですよね。あの人は筋肉なんです。脂肪じゃなくて筋肉なんです。浅田真央はちょっとまあ細すぎるなって気はしますけど、浅田真央選手はあの人が 18.5 以下です。もうずっと低いです。でもあの人の体についてるものは全部筋肉ですよね。この辺りでもスケートしてるところ見てたら全部筋肉なんですよね。だから一概には言えないんですけど、一般的には22っていう数字がちょうど一応健康的な数字です。ということで、またお家に帰ってから一回計算してみてください。自分にとって一番お家の方も ただ子供さんはちょっとこれに該当しないかもしれないので、一発成人です。絶対に今回で、じゃあ自分が、まあ、カロリーこれから入学されてから勉強することですけど、一番どれぐらいの摂取エネルギーはどれぐらいがいいかっていうのを見てるなと、ちょっとこう分かるしか言ってないんですけど、このこれちょっとまあこれはすいません、ちょっとまだ複雑なんで、またあとにこれ今書きます。そういうことで22入れて自分の理想体重を標準体重と言いますけど、それをちょっと計算してみてください。でそれと今現在の体重と比べてみていただいていると思います。でそれと次にここですね、食べるときには PFC バランスが大切。 P っていうのは炭水化物です。 F は、脂質、タンパク質が P なんです。ですから C 見てもらったら結構多いんですよね。ご飯しっかり食べましょうっていうところはここのあたりなんです。病気で糖尿病の方とかそういう方はまたちょっと別なんです。健康な人はやっぱりご飯をしっかり食べないと、ご飯には